思い出のばあちゃんの味。ある日僕は岩手県南にひっそりと佇む大衆食堂を訪れてみた。ガスボンベを利用した薪ストーブ、昔ながらのパイプ椅子にテーブル、店内のどこかしこから昭和の匂いが漂ってくる。僕はカツカレーを注文した。なんと500円。その見た目でうまいのがわかる。やはりその通りだった。これはワンコインの味じゃないぞ。なんでもお母さんに聞いてみたところ、83歳と言うではないか。しかもお店を一人で切り盛りしているという。長年培った微妙な何かがこの味を作り出しているのだろう。僕の中でカツカレーに対するハードルが上がった瞬間だった。さて、肝心のカツを食べてみよう。こいつもうまい。500円とは思えない分厚いカツ、そしてサクサクの揚げ具合。ばあちゃんは今までに何度このカツを揚げてきたのだろう。あ、そうそう、カツを食べる頃には親しみを込めてばあちゃんの店と僕の中で決めてみたのさ。それから忘れてはいけない。たった500円だというのに、たくあんと小鉢がついている。なんというサービスだろう。ばあちゃんの人柄の良さが伝わってくる。金、金、金に追いまくられている現代人よ。お金以上に大切なものは何なのかを見つめ直してほしい。あのばあちゃんの味が忘れられなくなった僕は、また昔ながらの香りがするお店を訪ねてみた。前回訪れた時から半年ほど経っただろうか。季節は初夏。さすがに薪ストーブはオブジェのごとく置かれたままだった。今日は何にしようか。冷やし中華にでもしてみるか。昔はアイスクリームを売っていたのだろう。今は物置へと変わっている。相変わらず数多くのメニュー。前回カツに魅了された僕はカツ丼を注文してみた。でも今回は腹具合を考慮して大盛り。大盛りといっても500円が530円になるだけだからな。やはり今回もたくあんと小鉢がついていた。そして相変わらず分厚いカツ。カツの揚げ具合はもちろん絶品級。他のお店では800円ぐらいで提供しているところが多いのではなかろうか。大盛りを頼むとプラス100円といったところだろうか。心温まるばあちゃんのカツ丼。日頃のいろいろな嫌なことを忘れさせてくれる優しい味。今までばあちゃんもいろいろと嫌なことがあったんじゃなかろうか。数々のご苦労もあっただろうに。このカツ丼がそういったことを語りかけてくるんだ。きっとこのお店を目指してくるお客さんは無意識にそんなことを感じているのではなかろうか。大通りに面しているわけでもなく、お金をかけて宣伝しているわけでもない、どちらかというと全く目立たない場所にひっそりと佇むばあちゃんのお店。そんなばあちゃんのお店にわざわざ
足を運ぶお客さんを大事に思っているからこそ作れる愛情のこもった味、心に染み渡る決して忘れることのできない味なんだな。僕は病気を患ったため最低2年間車の運転を禁止されてるんだ。ばあちゃんのお店は車じゃなきゃいけない場所にある。ばあちゃん、僕が運転できる時まで元気でこの味を守っていてください。